タイプをさ付き合うとどうなんの、はい、割とまあ甘えん坊かもしれない。嘘、はい、こんな感じ。結構まあくっつきたい派かもしれない。嘘、意外なんだけど。あ、でもまあそのこういうまあ、まあここにもし彼女がいたとして向こうがくっついてきたら、うん、ちょっとみんなといいんだからよみたいなやるやる多分感じになっちゃうけど、家帰って2人でいたら、うん、ってなっちゃうかも。ヨウさんはどうなの。俺はね結構ベタベタかも。想像つくでしょ。マジだ、うん、なんだろうね。でも公衆の面前とかじゃないかな。ヨウさんはさ、うん、フェチとかある。フェチ行こうって。フェチね、なんだろう、うなじとか好きかも。あのその見た目的に言えば、うん、あと背投げ濃かったり。おー、ウケる。なんかたまにいるじゃん、ちょっとヒゲみたいなの生えてる、うん、いるいる、あれ好き。あ、そう、うん、なんかなでなでしてる。手毛は手毛、ここの手毛 OK。 指毛嘘だ、万歳。俺ちょっとダメだな、それ。嘘、おそれ分かんない。あとなんかそばかすとかも好きなんだよね。あ、そばかす分かる。そばかす分かるんですよ、あれ可愛らしいじゃん。そばかす可愛い。でも脇毛も好き。あー、分かる分かる分かる。で俺脇が好き。マジ変態なんだ。本当に脇が好きなの。脇好き。なんかさ、うん、脇毛もいいんだけど脇がが好きなの。脇がは好きじゃない。え、何が好きなの。脇が好き、脇のシルエットが好き。脇がが好きじゃないんだ。俺はね、脇脇っていうかなんかね、おっさんになったなって思うのが、街とかで歩いててすれ違った女の人は匂い嗅いじゃうんだよ、先輩。いや、それでもおっさんとかじゃないよ。俺もそれはわかる。匂い良ければ全てよしみたいなのがあるの。ある。匂い大事じゃない。匂い大事。匂いフェチ。結構匂いフェチ、うん、匂い大事、うん、なんかあとさ、家の匂いみたいなのもあんじゃん。あれ、はい、あー、そういう感じ。特有のね。そう、家の匂いとか、初恋の人がつけてた香水の匂いとか。それ女の子も一緒だね、きっと。嘘、一緒一緒。あとなんだろう、大事なの。髪質大事だね。髪質わかる。髪質が、俺髪の毛超好き。あ、髪の匂いとか超好き。あ、髪匂い大事だね。でも髪と俺ほっぺたが好き。嘘、何それ。でも昔ちっちゃい時に母親のほっぺたを触らないと寝れないこと。かわいすぎでしょ。かわいすぎでしょ。こうやって寝ながら母親のほっぺたをこうやって触りながら寝てるっていう。かわいい。そう、かわいい。じゃあテラスハウスあるあるやろうよ。テラスハウスあるあるで、これはね、てっちゃんと探してたんだよ、うん、洗濯すると、うん、短いさ、靴下じゃん、うん、あの裸足に見える靴下、うん、こう、ちっちゃいやつね。そうそうそう、うん、あれを洗濯すると、絶対一個なくなる。本当にあるわ。ある、片方しかない。そう、あー、俺、何なんだろうっつって、この間、てんちゃん喋って。でも、男同士での話ってことは俺らの中で、なんか取り合いがあるってことだよね。確かに。なんか、女子あるあるないの。女子あるある、パンツがなくなる。それやばいね。それやばいでしょ。ミーのパンツがね、20枚持ってきたの。どんなパンツ履いてんの。あこういうやつですか。だ V バック。 V バック、これです。違う、だってこういうの履くとお尻垂れんだって、マジで。なんで D バックの方がいいの。うん、あ、見せてあげましょう。お、体で表現。じゃあね、こいつ立ってるじゃん。はい。で、普通のね、こういうパンツ履くと、うん、ヒュッてやったらさ、あの、キュッてなっちゃうじゃん、うん、日に日にこう、お尻がこう垂れてくんだ。垂れるっていうか、筋肉を使わなくなっちゃう。そう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 、ここの筋肉が発達するのを邪魔しないの、ティーバック。逆に、その、使えるってことでしょ。そう、解放されてるね。そう。でも、おっぱいはさ、おっぱいは脂肪だから重力でここを押さえてないと下にビューンと下がっちゃう。おけつは筋肉だから、はい、おけつは筋肉だから解放された方が使いやすいってことだよね。そう、そういうこと。でもやっぱスタイルがいいね。まあ、大輝のケツも見ていいよな。あ、見せて。キックボクサーのケツ見ていいよな。いや、キックボクサーのおけつ見たい。
おっと本当はおっとこういうね、こういう、あ、いい、いいケツしてんな、いいケツしてる何やなパンツ履いてんじゃねえよ。おしゃれなやつ。何ゆかりねえな意外と。ゆかりねえな。ゆかりねえな。いつでも脱いでいい、うん、タイミングにしてる。タイミングじゃない。こいつ結構やり手だぜ。なんだよ。見せたじゃん。うん、見せたじゃん。誰見せてないの？はいよーさんよーさん。はい。よーさん。28歳のケツ見て何すんだよ。パパ。結構すんなり。ちょっと。しょうがねえな。本当に。あ。ああ。もう。なんだよこれ。もう